はい、やってきました、この時間が、はい、トイズキングの豆知識でございます。解説、いや、うん読み語りはホルミでございます今日はですね、ガンダムの、古き良き MS モビルスーツでございます。宇宙世紀編からランダムに選んだマイナーなモビルスーツから未だ大人気なモビルスーツをチョイス、ちょいと学んでいきましょう。はい、第1位で、特徴はアムロがパイロットに、背部にヒレみたいな翼みたいなものがついている。で、カッターの形状が左右で異なっている。このモビルスーツの名と所属は、はい、正解は MSK008 のディジェでございます。所属はカラバ。武器は 60mm バルカン砲が2つ、ビームライフル、クレイバズーカ、ビームナギナタで、ここで突然日本の武器がね全体的に形状が特徴的で、背部に、ついている羽みたいなのは放熱フィンというものですね。ディックディアスをベースに作られた、重力化用モビルスーツ。読み方いいかなちなみにカラバとは、地球連邦軍中心の架空ネットワークであります。まあ、なんていうかゲリラみたいなものですね。はい、次、こちら特徴は名前がインド料理みたいで、ダブルゼータとユニコーンでも登場。ゼータで登場するハイザックの発展型モビルスーツで、このモビルスーツの名と所属は、はい、正解は RMS108 マラサイ。そう、これがね、所属はティターンズ。武器はビームライフル、 60mm バルカン砲を2つ、ビームサーベル2つ、そしてシールド。本来カミーユが所属するユーゴに、配備されるはずだったが、メーカーの政治的判断で敵軍のティターンズに配備されたモビルスーツ。もう敵業はやれやれティターンズ士官である、ジェリド・メサも登場。ゼータでは色が赤いが、ダブルゼータやユニコーンではカラーリングや武装が変更された機体もあります。次、こちらは分かりますね。で、特徴は目立つ色を求めたデザイナーが選んだ色が金だった。タイプがいろいろありすぎる。目立つモビルスーツはやはりシャアが登場。で、このモビルスーツの名と所属は、大正解は MSN00100 の100式。所属はユーゴ。武器はビームライフル、ビームサーベル2丁っていうか、ビームサーベル2つ、60mm バルカン砲が2つ、クレイバズーカ、そしてメガバズーカランチャーでございますね。このモビルスーツは最初は非可変系 MS として再設計されたが、可変系にしようと転用を検討されたが、最終的に非可変系に戻ったという、ある意味遊ばれたモビルスーツ登場はやはりシャだが、この時はクワトロバジーナという偽名を使っている。なんかピザの名前みたいね肩に書かれた100という文字で有名ですね。そして開発コードデルタが与えられており、100式自体にデルタガンダムの名称が当てられることもあるそうだ。デルタガンダムにはいくつかの説が存在します。はい、
後に、量産型や百式貝などたくさんの百式が作られる、ね、いかがでしたでしょうか。ガンダムにはね、いろんな MS があり、一度しか登場しなかったものから開発途中で、まあ、設計図しかなくて、挙句の果てには作られなかったモビルスーツもあります。そして実際戦闘に出たものでみんなの脳裏に色濃く残りモビルスーツも数多くあります。ガンダムはまだまだ続き、胸が熱くなるような感情と、ね、感動を与え続けることでしょう。紹介したかったモビルスーツはたくさんありますが、今回はこの辺で。な、最後に劇場版逆襲のシャアはおすすめです。外出を避けていられる方々にはぜひ見てほしいガンダムの映画です。ではまた次回お会いいたしましょう。おるみでした。推しか、まあ、事実上ちょっと絶版になってるもので、かなり価値のあるブラックセックス、ネロマシンとか、僕にとっては世界一の宝物に見える。